日本の皆様、僕は王浩然と申します。1992年から2000年まで日本鳥取大学医学部、留学国費留学生としてね、勉強しまして、それで、勤めましたけども、それ2000年3月末ね、日本を離れて中国帰国して、それで今はねカナダ移民しました。今は教会の牧師として勤めていきています。それで新学院 の時にね、1992年13年の間にね、神様の崇拝する詩歌をね、作りました。買いました。それで9つのね、のチャプターにのなされています。それで日本語で読んであげますので、それ、ね、分かりやすいようにしてます。それ、ね、聖書にね書いた時はもちろん中国語で、ね、それで A 訳と Y 訳にしました。それで今は始めます。 OK ね。So 第1章ですね。 OK Chapter 1を読みますので、この動画ね、ぜひ最後まで見てください。 OK So 短いから。 OK これ第1章、神は私たちの主です。Okay? ああ、私の主は、あなたは言葉でロゴスでありでございます。ああ、私の主は、あなたは愛でございます。おう、メッシュ、私の主は、あなたは宇宙全体の起源でございます。そう、ああ、私の主は、あなたは、宇宙のすべての開始者、okay? でございますので、okay? おう、ああ、私の主は、あなたは世界と私たちの人間社会の本質の説明するための権限を持っています。おう、ああ、私の主は、あなたは光である。あなたは世界と人間社会の暗い場所を明るくするのです。ああ、私の主は、あなたは私たちの生活の正しい方法を示す方法です。ああ、私の主は、あなたは真実真理で宇宙の本当の理由を説明します。私の主は、あなたは知恵で私たちの生活のスタートの鍵となります。次のページ。私の主は、あなたは愛であり、あなたの愛は神、ご、こう、と、聖霊という、トリニティを結びつける。私の主は、あなたは愛であり、あなたは人間の、私たちに聖戦を与え、あなたは私たちを喜ばせる。私の主は、OK、あなたは愛であり、あなたは私たちの最も貴重のものを与え、私たちはそれらを大切にするために知っていますよ。私の主は、あなたは愛であり、あなたは我々が最も必要なものを与え、私たちは言う方にする。私の主は、あなたは愛であり、あなたは私たちの平和で幸せを感じしてみましょう。私の主は、
あなたは愛であり、あなたは愛が応急に満たされています。ああ、私の主は、あなたは愛であり、あなたは私たちの本質の心を温める。私たちのは非常に喜びを感じてみましょう。ああ、私の主は、あなたは愛であり、あなたは私たちの soul、okay? きれいに、okay? こう、okay? そう、私たちは純粋で高貴になってみましょう。Okay?そう、私の主は、あなたは愛であり、あなたは私たちの誤解を取り除くのに役に立ち、向上、苦しみ解決を追い出す。私の主は、あなたは愛であり、あなたは氷のように冷たい傷の心を喜ばせることができ、一種の心を彼の心は彼の忠誠主としてあなたを見ましょう。愛、私の主は、あなたは愛であり、あなたは私たちを愛して、あなたはの愛を私たちを記入き記せ。愛。私の主は、あなたは愛であり、あなたは私たちの永遠になるまで、毎分、秒、日、月、私が持っているこの生活の中ね、今年はね、世界で現在の生活を過ごしましょう。私の主は、何もあなたと比較することはできません。私の主は誰もあなたを並べることができません。私の主は一の父、okay? 神と子、聖霊あなたと一緒に構想し、三位一体を形成している。Okay?私の主は、あなたは人生であり、あなたは生きている、あなたは永久的であり、あなたは消えることが決してありません。私の主は、あなたは生命で永久的な生命をドーナーです。私の主は、あなたは生命であり、あなたはなければ人生はその本当の原因の意味は持っていないでしょう。私の主は、あなたは私の救世主であり、私の主は、私は生を持っているだけでなく、本当の反省を貸してないだけ。あなたの救いがなければ、どのような私のためには、okay? 代替して私の幸と私の抜くの体の破壊の死になります。あなたの救いがなければ、私の死ぬまで、高等な生活を送るかもしれません。あなたの救いがなければ、私は他の人に他の痛みを運転し、社会にそれ広げて、私の主。以上で第一章終わりました。ありがとう、成長ありがとうございました。まだね、ご意見、ご感想、何も書いてください。もしよければ、好きであれば、このチャンネルは、サブスクライブすれば、ご幸いです。OK、まだ。